平野紫耀の新曲発売と主演ドラマの期待が高まる。戸部遺跡で業界熱視線。第一章、ジャニーズ界の新たな動向と平野紫耀の未来。ジャニーズ事務所から退除したキングプリンスへのメンバーたちが新たな一歩を踏み出している。平野紫耀神宮寺ゆ太そして岸ゆ太がジャニーズ事務所前副社長、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所。 飛べへの所属を発表し、早くも業界の注目を集めている。さらに、元ジャニーズ JR のインパクト大津も、イムップとして飛べに合流し、新しい才能の集結が期待されている。第2章、岸優太の飛べ入りとグループ名の謎。岸優太も9月30日にジャニーズ事務所を退所予定であり、すでに飛べ入りが確実視されている。 滝沢秀明氏のインスタグラムの更新からも、岸優太の飛び入りが示唆されているという噂が広まっている。そして、平野紫耀と神宮寺優太の音楽活動が10月以降に始動するとの情報もあり、3人の新しいグループ名にファンの関心が高まっている。第3章、平野紫耀の躍進と期待される新曲。 平野紫仕様は退場後、個人のインスタグラムを開設し、わずか2日でキングプリンスへのフォロワー数を抜くなど、圧倒的な人気を誇っている。木村拓哉や嵐を凌駕する勢いであり、本格的な活動がスタートすれば、さらなる躍進が期待される。また、元金プリ組の新曲発売も時間の問題と言われており、ファンたちはそのリリースを熱望している。第4章。 平野紫耀の主演ドラマ企画が浮上。テレビ界も平野紫耀の動向に目を光らせている。ジャニーズとの兼ね合いもあるが、すでにテレビ各局で平野紫耀の主演ドラマ企画が進行中であるとの情報がある。平野の演技力や知名度から視聴率が見込めることは確実であり、多くの制作会社が彼を起用したがっている。 果たして彼の主演ドラマがいつ視聴者の前に現れるのか、ファンたちはその発表を待ち望んでいる。第5章、戸ベの今後の展望と業界への影響。戸ベは今後、大規模なライブイベントを計画しているとされる。ジャニーズ事務所の退場ラッシュによって弱体化している今のジャニーズに対して、戸ベは新たな風を吹き込む存在となる可能性がある。 また、やめじゃに、が合流するとの噂もあり、新たな才能とのコラボレーションが期待される。業界全体がトベの動向に注目し、彼らの活躍がどのような影響をもたらすのか、今後の展望が注目されている。第6章、平野仕様の新たな一歩とファンの応援。平野仕様の新たな一歩に対して、多くのファンが熱狂的な応援を送っている。 彼の個人活動の成功は、キングプリンス時代の仲間たちやファンにとっても喜ばしいことであり、共に成長を見守る姿勢が伺える。トベのメンバーたちが新たなステージで活躍する姿に多くの人々が胸を躍らせている。ジャニーズ事務所を退所したキングプリンスへのメンバーたちの動向が業界に熱い視線を集めている。 平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、とべ、への所属を発表し、彼らの未来には様々な期待が寄せられている。新曲発売や主演ドラマ出演の噂が浮上し、彼らの個々の才能が大きな注目を浴びていることがわかる。 さらなる活躍と成長が期待される平野仕様と彼の仲間たちの今後の動向に多くの人々が心待ちに